小津義子は、中華人民共和国の軍人。中国人民解放軍海軍の創設者で、初代海軍司令員。最終階級は、海軍大将。貧しい手工業者の家庭に生まれる。54運動時、調査長軍中学で、学生運動に身を投じた。ロシア10月革命の影響を受け、1920年、毛沢東等が創設した。 コナンロシア研究会に入会した。同年8月、上海共産主義少佐が主催する外国語学者で学び、同年、社会主義青年団に加入した。1921年春、劉少奇、任羊等とともに、ソ連に渡り、モスクワの東方勤労者共産大学に入学。また、在ソ期間、軍事学校で、軍事教育を受けた。 1922年1月、極東各国の共産党と民族革命団体の第一次代表大会に出席。1922年末、中国共産党に入党。1924年1月、東方民族の代表として、ウラジーミル・レイニンの葬式に列席。同年秋、ソ連から帰国し、安元炭鉱の労働運動に従事。 1925年冬、国民革命軍、第2軍第6師党代表に任命され、北伐軍の後世、貧北、後設及び学西の初戦役に参加した。1927年の革命失敗後、再び、ソ連に渡り、レニングラード軍事政治アカデミーで学ぶ。 1930年秋の帰国後、越軍区参謀長兼政治部主任に任命され、貧彩保養軍事学校校長を兼任し、サイケルクの藩、囲い、総統の戦役を指揮した。1931年冬、中央軍事政治学校校長に任命され、在任時、ソ連赤軍の野戦条例を翻訳した。1932年、 公軍第5軍団政治委員として政治工作を担当し、ネイト機義に参加した国民党部隊の改編に成功した。関州、水口戦役に参加した後、北上して、県名はじむ川、対ネイネスエッチを開設した。1933年からだて、はじむ大警備区司令員県くれない11、軍政治委員、軍区司令員県くれない7軍団政治委員を、 歴任。1934年、党内の、左傾冒険主義の影響の下小強子は、ラ・アキラ路線として布告され、党を除籍され、時計5年の判決を受けた。釈放後、皇軍大学で、軍事教育を抗議し、後に、政治家課長に任命された。朝政治、軍事委員会幹部団上級幹部隊隊長。順庇会議後、中教中央は、 小強志公を名誉回復した。1935年6月、紅れない三軍団参謀長に任命。戦北到達後、戦艦令将軍事部部長兼紅れない29、軍軍長に任命。1937年春、中央革命軍事委員会参謀長。1937年8月、党の落川会議に出席。日中戦争時期。 小津義公は、八祖寺軍広報ソウルスどころ主任、ルス兵団司令員、戦艦内進む水連防軍副司令員を歴任した。この期間、小津義公は、東方三将軍党、国民党高級将校に対する工作を行った。また、王弱費と共に、進む西事変の解決のため、遠釈山と交渉し、和平協定の締結を促進した。 小津義子は、八祖寺軍軍政雑誌等に、多数の文章を発表し、彼が執筆した、金銭戦術は、軍事教材となり、遊撃戦争指導要領中の基本観点は、もう卓刀により採用された。1945年、小津義子は、中国共産党、第7次全国代表大会に参加し、候補中央委員に選出された。 国境内戦時期、東北民主連軍副総司令員兼参謀長に任命。1946年10月、南万軍区司令員を兼任し、陳雲と共に、南万年末地を堅持しつつ、四歩林港戦役を指揮し、東北部の戦略体制を一変させた。1947年、夏季と周期構成に参加。1948年5月、 東北野戦軍第一前線以上式部司令員を兼任し、小花と共に、長春を包囲し、経済封鎖、政治的画界の手法を用いて、国民党第六十軍を起義させた。両親戦役終結後、東北野戦軍五個渋隊を率いて、大辣と北平を分断する任務を完遂した。大辣戦役後、第四野戦軍第十二兵団。 司令員院政治委員に任命。1949年3月、第四野戦軍の先遣兵団を率いて、渡り合戦役に参加し、白、高敷の部隊を建成し、側面から第二野戦軍、第三野戦軍の勝利を保証した。この後、停戦、陣脇人を起義させる工作に参与した。調査解放後、湖南軍区司令員を兼任。高田から戦役中。 6個、軍、19個師団を、統一式して、正面攻撃を担当し、白、高敷の主力4個師団を撃滅し、厚生、火南の解放に貢献した。1949年末、昭和強公は中国人民、解放軍海軍創設の命を受け、1950年4月14日、海軍司令員に任命された。1954年、 国防部副部長。1955年9月27日、海軍大将の階級を授与。第1回、第2回、第3回国防委員会委員、第3回、第4回全国人民、代表大会常務委員会委員、第5回全国人民代表大会常務委員会、副委員長、中国共産党、第8回第11回中央委員会委員、 1962年、小津義公は、4個、第1、不税当たり策第1、しかも税変ため4個、第2、単純軍事観点、反対都市出政治等の罪名で、林票により布告された。1963年1月の海軍党委員改革大会議において、林票系の李作法常務副司令、長州川正治部主任等により批判されると、 海軍指導部を2分して争うことになる。文化大革命の発動後、1967年1月初めまでは優勢であったものの、毛沢東の指示により、1月9日の海軍幹部会議において、李作法に対する林氷の指示を伝えざるを得ず、これを機に林氷系が勝利した。1月18日の海軍党委員会改祖において、 毛沢東の保護指示により海軍司令員権、海軍党委員会第一書記に留任したものの、第二書記に昇格した、理作法に実権を取り上げられた。1971年の林氷事件後、小剛公は、再び海軍の業務を主管し、文革で迫害された幹部を釈放したが、今度は林氷に加担したとして、後生党により迫害された。 小津義子は、党の、第9回一中全会選挙中央政治局委員時、後世、養軍、理作法、旧改作、御法権、王公文、超春教、養文言等に票を投じなかった。小津義子は、1976年9月と10月の二度に、渡り、要権営に4人組を粉砕することを堅議した。1979年、党昌平、 要件英、陳軍等の主導により、中共中央は、小強子を名誉回復した。1982年、中央顧問委員会常務委員に選出。1988年、一級くれない聖、航空栄誉賞を受賞。1989年3月29日、北京で死去。平松、63ページ。等111ページ。等 111の112ページ、等、112ページ、ありがとうございます。